これ今映ってるこれですか。はい、そうスクランブルスクエアっていう。スクランブルスクエア、また渋谷に新しいビル。これ渋谷ですか。前はこんな、だってこんな30階以上のビルがもう4棟バーンと建つのってないじゃないですか。ないですね。今まで全く何もなかったのに。すごい渋谷がまたどんどん。あーリンガーハットが立ち退いた。おお、 YouTube ミュージックの広告がある。おお、やっぱ YouTube の広告はそこを撮ってんだな。タマトンネルです。車便利ですね。楽、自由ですね。どこ行きたいって時にもう Google マップの。あと20分ぐらいで麻布十番着きますか。あ、じゃあ一応そっち、もう一回通ります。あって、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。麻布十番抜ける時にこの坂走るんで。あ、わかりました。じゃあ今日は友達がやってるお蕎麦屋さんに来ました。場所は麻布十番です。これです、これ。わあ、美味しそう。行ってみよう。山田さんはもう人でもいいんだけど、今ほら台湾日本のこのサンプルはやっぱすごいですね。美味しそう。英語も大丈夫です。学んだみたいな。ハマグリそばって何これ、すごい。いや、この間さ、うちの近くのね、食うっていう。あー、ありだな。あとでね、あれを好き。茨城県の境町ってところのそばを使ってる、そばを使ってる。あの奥の白い人たち、白い人のどっちかですね。あ、あれ確かにすごい。朝日一本で行きたいと思います。それも美味しそう。取っていいですか。もちろん。今日は YouTube の僕のファンの方とファンですね。顔からしただけ。めちゃファンですね。あご出演、そのうち出演します。あご出演だけで今日はお願いします。今日はドライブで赤羽から麻布十番の方まで遠い中ありがとうございます。よし、行きます。これでもお友達が仕込んだと思うとちょっとまた深いものがありますね。感動しますね。美味しい。薬味も入れて、うん、白のお蕎麦初めてだろう。初めて美味しいです。ペロッといけますね。いけますね。来る前に食べちゃいそう。
美味しいなと3枚ぐらいいきますね、いきますね違う種類いってもいいですね。2種類ぐらい焼くのも美味しい。そういう人と美味しいです。台湾って蕎麦屋さんってあるんですか？蕎麦ありますね。中山のあのエリアに、中山のエリアはあの臨線の近くが結構日本人オフィス街で、それで結構利用されてる方多いですね。そう日本企業が多いですね。日本企業が多いですね。めちゃめちゃちょっとすげえ美味しい。これで一回撮ったら前のカメラに戻れなくなっちゃって人間楽を知ったら前のカメラ自分でぐるぐる回したり。焼酎か日本酒が欲しくなる。めっちゃ美味しい。全然違うものになりますよ。これつけると主張がすごい。ちょっとでいいぐらいかもしんない。でもいや美味しいですよ。でも全然違う。確かにそうですね。おお、普段食べてるやつじゃない。そうそう、まあ、ただあのおろしに醤油かけただけっていう感じじゃないですよ。スライムかかってるな。美味しかったです。ありがとう。焼き魚と日本酒飲みたくなった。いや、本当僕たちは焼酎のロックが欲しいですね。あ、いいですね。飲みたいですね。本当にやばい。だこういうところなんですよ。車の車があるとそこがデメリットというか戻さないと飲めないっていう。しょうがないですね、こればっかり。台湾ってそういうことこういうのって運転はダメですか？あ、ダメですね。あ、ダメ。結構検査してますよ。チェックしてますね。まずネズミ取りますね。東京タワーです。トンジンダジョンシングタクシーだと絶対これできないですもんね。何してんですか？助手席素晴らしい。森さん何してるんですか？ここに GoPro つけていいですかみたいな。これ夜だとまたね。ああ、いいですね。デートスポットからも左折れちゃうので、はい、消えてフェードアウトしていく。ここから左ですか？あ、折れていくみたいな、そういうことです。あ、ピントがずれた。よいしょ。おー、今いい味の映画撮れました。ちょうどいい画角がちょうどいい。バイバイ東京タワー。明日は茨城に行きます。 YouTuber の方とお会いします。それでは、ありがとうございました。
助かった。よし、今から代々木で友達と飲みます。